制作にこう入っていただけるっていう話がもうその場で本当決めていただいて、もう脚本上がってるので脚本もお渡しします、ここまで出来上がってきている、まず絵コンテも全部渡しますって言って、はい、PC1 台用意して全部入れてお渡ししたじゃないですか、はいはい、最初こう投資で客、まあ、まだそのゲーム全体つながってないので脚本からだったんですけど、うん、どうでした最初の印象。いやーまあ一番最初の印象がやっぱこう非常にシリアスなストーリーじゃないですか、うん、もうあのクライブの置かれた環境だとか、うん、そこからこう不可抗力的にどんどんこう進んでいかざるを得ない、こっちの方向に進んでいかざるを得ないっていう、それがどん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 続いていく。でまあ最後まで脚本を読み終わって、うん、ある種のこうハッピーエンドみたいなこうすっきりするものは感じつつも、うんうんうん、すごく物悲しい話だなっていう、はい、やっぱこうかわいそうだっていう言ってましたよね最初それは結構一番最初の印象、その文字だけで読んだ時の印象は、うんうんうん、そういう感じが一番強かったかもしれないですね。うん、その2回目お会いして、まあ、どうでしたっていう話をしに行った時に、米津さんなりの解釈、うん、その曲を作っていくにあたってきっとこうだと思っているから、うん、こう、まあ、テーマをその福音なのかこう何か与えてあげたいっていうふうに、ん、その言ってもらったのをすごい覚えていて、でもその解釈を聞いた時にもうさすがだなっていや本当にこれはあの皆さんお世辞じゃないんですよ本当にびっくりするぐらいここまで読み切ってこの解釈が出てくるんだっていうのはめちゃくちゃびっくりしたですよね。文字で読んでてもその続きがどうなるんだろうってこう息つく暇もない感じがねすごくあって、いろんな思いを背負って生きていくわけじゃないですか。はい、もうそれは市井の民もそうかもしれないし、うんうん、もっと言うと敵対してる人間たちの思いまで背負っていくわけじゃないですか。うん、もうだからありとあらゆる思いを背負って、うん、でもその責任を何なら全部一人で背負わなければならないっていう、この境遇はもうとてつもないものがあるぞっていうんで、うんうん、最初はね、分かりやすく復讐っていうキーワード、復讐に取りつかれた男としてこうスタートするっていうところから打ち出してったんですけど、まあ当然何年にもわたってクライブの、あの人生を描いていくから、うん、米津さんにそこをやっぱり汲み取ってもらえたのはチームとしては本当にあの勇気づけられたんですよ。どうしても客観的に見てるつもりなんですけど、はい、僕らも、うん、それを長く作ってると分かんなくなってきますよ、ね、そうなんですよね。実際脚本を読み、まあ、その中間で、まあ、どんどん V コンテって言ってたものもいわゆる動画ファイルに差し替わってくるじゃないですか、はい、まだゲーム実装ではないんですけど、もうほぼほぼクオリティの高い映像としてこう渡ってきた時に何か変わった印象ってありました？文字だけで読んでた時はやっぱ文字だけなので、うんうん、その自分の頭の中で保管して読み進んでいく感じだったんですけど、それがこう具体的になっていった時にそれ以上の広がりがそこにはあったんで、大体そのぐらいの時期にまず一回こう書き上げていただいたじゃないですか、はい、まず一旦聞いてみてくださいって言って、うん、そうですね、あの最初はそういう意味で言うともっとシリアスに曲を作ろうと思って、うんうんうん、出たんですよね、うんうん、あのまあ、言葉、うん、難しいですけど、うん、もっと救いようのない曲を作るような、はいはい、作らなければならないんじゃないかって勝手に個人的に思ってて、うんうん、でもこう映像がどんどんできていくに従って、うん、そのキャラクターの表情だとか、うん、あそういう感情みたいなものが、うん、より近く見えるようになってきてからは到底そういう風には作れないなっていう気持ちに、それこそさっきも言ってたようにクライブには幸せになってほしいっていう、うんうん、思いがどんどん強くなっていって、うん、だからすごく
最初の最初に比べると、うん、希望的な表現っていうのがこの曲は多くなったような気がしますけど、うん、最初そのもらって聴かせてもらってすごい言ってましたもんね、その救いというか、うん、その幸せを届けてあげたいんだけど、うん、クライブが歩む道筋を考えた時に、うんうん、本当にこれは許していいことなのかっていうのですごい悩んでるって、うん、何かこうね、やっぱり全ての業を匂わされた、うん、背負わされた人間だと思う、クライブが、うんうん、それはもうでも彼の視点から見るとそうせざるを得なかったっていう、でそうしなかったらもっとひどい結果が待っていたっていうことも確かなんですけれども、うんうん、とはいえ片やそのじゃあこの物語にあまり出てこない、出てこないその映っていない姿勢の民だとかそういう人たちのことを思うと、まあ簡単に言うとクライブはそういう業を背負う、罪を犯す人として捉えられてしまうっていう、で実際その彼らにとってはそれは真実だと思うんですよね、うん、あの体感として、うん、要は自分たちの暮らしをある意味破壊したり脅かそうとする存在に普通に取れますからね、理由がわからないので、うん、結果的に救う選択を取っているっていう情報が向こうには抜け落ちているわけであって、うんうんうん、で実際に彼の起こした行動の結果によって、うんまあ、ある程度の被害を被ってしまうっていう、うん、その現実は変わらないわけで、そうですね、だからそこのバランスを いかに自分の中で消化するかっていうのがこの曲を作る上ですごく悩んだところではありますね。でも、ね、今こう言ってもらってますけど、これをいきなり話されるんですよすごくないですか本当にびっくりして、いや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 、そんなここまでやっぱりこう理解をした上で、うん、で一旦そこでちょっとどっちに振るかはもっと考えたいですってすごい言ってもらって、うん、でやっぱりそこはもう最後やっぱりゲームを通して体験してもらってだと思ってたんで、うん、で実際まあ本当にタイトなスケジュールの中あれだけまあ通い詰めてもらって、うん、でまあいよいよ本当オーラスまで全部その手でまあプレイをしてもらったじゃないですか、うん、解釈って実際変わりました、やっぱりそのまあまあ決着がついたからこそ楽曲ができてはいると思うんですけど、その文字で読んでた時と比べると、うん、やっぱりそのキャラクターたちの表情だとか、うん、実態としてそこにいるっていう感じがより強く感じられるようになって、さまざまな困難を乗り越えて業を背負いながら、うん、まあ、いろんなね出会いとか別れとかがあった中で、うん、確かに道を進んでいくそのクライブに対して、うん、何度も言いますけどやっぱ、はい、幸せであってほしいなっていう、うんうん、まあ、彼の残したその物語が、うん、あの意義のあるものであってほしいなっていう、そういうのが実感として、うん、感じることができるようになりましたね。やっぱ脚本で読んでた頃はまだ、うん、あのどうしようかなとかどっか冷静に客観的に眺めるっていう時間が多かったと思うんですけど、うんうんうん、やっぱゲームを通してこう生理的に感覚的に捉えていくとやっぱこう言いようのない愛着というか、うん、そういうものはすごく大きくなりましたね。印象に僕すごい残ってるのがめちゃめちゃサイドクエスト潰してたじゃないですか最初最初ね、はい、これはもうみんな救わなければならない救わないことには前に進めないっていう感じがすごくあってな、とにかく全部こうサイドクエストやっていってたんですけども、うん、ちょっと時間がねえなと思ってこのペースだと絶対予定されてるこのせっかく撮ってもらったスケジュールにまさにあの米津さんの曲が流れるところまでたどり着かないぞこのペースだとって言ってだからもう
発売された後に、うん、あの製品版で余すところなくやる、その時のために置いておくっていう、こう心の持ちようで、あ、なるほど、はい、それを言い聞かせて、はい、今は涙を飲んで前に進むぞって今回まあその月を見ていたっていう曲に何か込めた思いみたいなところ、うん、どんなところですかね。あの今回の曲はいろいろと本当に3年前から吉田さんと、うん、あのお話しさせてもらいながら作り上げていったっていう経緯もありつつ、そのやっぱゲームの今回の物語のために作るっていう気持ち感覚が、うん、あの今までよりすごく強いんですよね、うん、その今まで自分がいろいろ例えばタイアップとか、はい、そういう形で物語のため の, あの歌っていうものを、うん、何度か 作ってきたんですけど、うんうん、例えばこうベン図があってこうあの物語と自分っていうもののこのちょうどリンクする部分ってどこなんだろうっていうことを考えながら、はい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 、あのこのリンクする部分をあの抽出していって、うん、そこから先は大衆音楽として、うん、広く聴いてもらうために、うん、あの特定のこう言葉とか何かその音とかそういうものを意識的に、選んでいくっていう形で曲を作ることが多かったんですけど、うん、今回はそのまあベン図でこう2つの丸があるとしたらこれをいかにこう寄せていくかっていう、寄せていって重なる部分をいかに増やしていくかっていう感覚が自分の中にあったんですよね、うん、この物語このゲーム自体が一体どういう物語なのかっていうのを紐解いていくのもそうだし、まあ実際ねプレイさせてもらって、はい、より強く没入していくっていう、そういろんな体験を経た上でこの物語のために曲を作ろうっていう、そういう気持ちがおそらく今まで一番強い曲なんじゃないかなと思う。ならゲームをプレイ しなきゃわからない部分っていうのがあったりするんですよね。いやでもそれは本当ね、そこまで本当に思い切ってもらえたなとは思っていて、うん、まあ楽曲単体としてももちろん素晴らしくて、で楽曲単体として聴いても自分の生活の中にこう重ね合わせたりとか、うん、自分の今置かれてる境遇とか、まあ、過去にあった境遇とかっていうのに照らし合わせた時にもちろんたくさんの意味を持ってくる曲だと本当に自分も思ってるんだけど、まさにここのシーンのためにっていう、こう、うん、で、まあそれをこう実際当てた時の、やっぱディレクターだったり、まあディレクターの高井だったり、脚本書いてきた前広だったりが、うん、この曲しかないんだと、もうこれなんだって。だからまあ、ファンの方にはちょっと二度美味しいというか。うん、まあそうですね、うん、そういうふうに捉えてくれるとありがたいですけど、うん、まあ、やっぱ、この物語の、あの、最後で流れるそのシーンのことを、うん、頭で思い描きながら、うん、そこでふさわしい音楽、うん、曲は何なんだろうって考えると、やっぱもう、どうあがいてもクライブの目線になるしかなくって、ね、クライブがその瞬間に何を感じていたのかっていう、それはいろんな業だとか、うん、あもう悲哀だとかそういうものを抱えて物語を進んでいった先に、うんうん、最後の最後の瞬間くらいは自分の、うん、なんか独白のようなもので、はいはい、本当今この瞬間に思っている、うん、でいるのではないかと思えるようなそういう心情を、うんガッとこうパッケージングするべきなんじゃないかなっていう気がして作った曲かもしれないですね。それ、まあ、今回はねディレクターではなくてプロデューサーではあるんですけど、まあ、ラストも知っていてその、まあ、流れてるのも何度も
その見てるというか自分でもプレイしてやってるからなんですけど、今のを聞くとそれだけで若干ねうるってきちゃうんで、ただ今回でもだとすると僕ね面白いなと思うのが、結構その米津さんが今回6シーのそのメインテーマソングを担当してくださってますって発表した時に、ファイナルファンタジー16っていうものを米津さんがどう解釈したのかが楽しみだっていう声がすごくあったんですよ。で、それも僕米津さんの特徴で一つのファンの楽しみ方だと思うんですけど、今回ちょっと面白いなと思うのが、自分自身がプレイしてそのまさに米津さんの曲が流れるシーンをその見て聞いた時に、米津さんがどう解釈したのかを自分の解釈と照らし合わせるっていうそうゲームだからこそなんかできるその楽しみ方というか、なるほど、うん、まあでも多分最初の1回目は感情ぐじゃぐじゃでそれどころじゃない、そうですね、まあアーティストとしてまあこれまでたくさんの曲を作ってこられて、まあ僕ファンでもあるから本当全ての曲聴かせてもらってるんですけど、なんかこうゲームからインスピレーションをそもそも得たみたいなところってあるんですか？すごくありますね。最初本当に、うん、ボーカロイド始める前に作ってた曲、うんうん、世に出てない曲とかもう、うん、本当にもうゲームの価値観で自分がやったプレイしたゲーム、うんうん、楽しかったゲームのこの あそこの世界の中で巻き起こってる、うん、出来事とかをそのまま曲にしたりみたいなのはすごくありましたね。なんかラグナロクオンラインってゲームが すごい好きだったんですよ。そこでこう北欧神話だとかに、はいはいはい、真っ当にこうハマっていくっていうそのオタクのやつをやったりしてたんですけど、完全にあれですね、帰ってこれないルート歩んでますねさっきのガンビットもそうですけどそうそうそう、ラグナロクオンラインなんてもうなんか一度踏み入れたらもう当面帰ってこれない、うん、だから系ですよね。自分の人生ラグナロクオンラインの境にぐちゃぐちゃになったと思ってるんだよねこれからなんかこうちょっと一個聞いてみたいんですけど、ヨネさんがゲーム作ろうと思ったらこんなの作ってみたいんだよなみたいなあります？そんなね、うん、それをなんか吉田さんの前で話すっていうのは非常にハードルがすごいですけど、なんでしょうね、でも何かこうやっぱ空間を作ってみたいとは思いますね。それゲームって言っていいのかわからないですけど、うんうん、だからそのそもそもその空間が、まあ、世界があって、はい、で、そこをプレイヤーとして、カッポできるって、その事実だけで、うん、なんか、いいというか、なんつったらいいんだろうな。オンラインゲームとかが好きなのって、はいはいはい、そこがあるんですよね。もう。だから世界観、まあ、世界。そうですね。まあ、ちゃんとそのゲームシステム、いろんなね、なんかバトルしたりだとか、なんか、うんうん、物を売ったり買ったりみたいな、いろんなシステムがあるにせよ、うん、仮想の世界があって、うん、ね、そこに誰でも参入することができて、うんね、そのキャラクターは現実の自分とはまた違う架空の自分であって、姿形も変えられるし、性別も変えられるし、うん、そこには、架空の自分はいる。自分がいないけれども架空の自分がいるっていう。なんかそこに、すごくこう、心地よさを感じたんですよね。子供の頃に初めてオンラインゲームっていうのをやった時に。だから、その世界っていうのが、架空の世界っていうのが、自分にとって、一番こう、美しいと思えるようなものであれば、それ以上ないな、ないだろうな、みたいなことは考えたりしますけどね。ガチですね、やっぱ。聞いてると。いやいや、なんかこう、その自分がこうイメージした世界。まあ今だとそれを例えば、うん、まあ当然その歌だ、詩だったり、曲だったりで表現してると思うんですけど、うん、こう、世界をイメージされることも多分得意だと思うんですね、もちろん。うんうん、でまあ、ルールを作ることって、どっ
っち派です？割と無秩序で好きなことをしたらいい左派なのか、うん、どうでしょうね、うん、まあなんだろうな、ある程度の、うん、治安維持というか最低限のそういうもののためには倫理だとかその道徳みたいなものは必要だとは思いますけど、うん、その空間があるっていうこと自体に考えを覚えるんですよね、はいはいはい、だからそこでもう本当に別にコミュニケーション取るわけでもないけれども、街中とかその道筋とかでこうすれ違ったりするときに、あ、こいつは今もどこか、日本かもしくは世界かのどこかで、自分と同じように自室にいて、ね、画面に向かってこう操作しているんだろうなっていう、なんかこう、実際それって狭い、そのゲームをプレイしている様を客観的に見たら、うん、すごく狭い世界の話じゃないですか。もう、もう狭い部屋の中で、画面を前に、うん、もう本当猥雑な日常の中で自分がいてっていう、それがどこの誰ともわからない人間が当たり前のようにそこにいるっていうことを、はい、にものすごく感動を覚えるんですよね。で、実際それなんかその刹那的な感じというか、うん、ラグナロクオンラインとかやってた時も、はいはい、ギルドとか作ったりして、うん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 、ね、仲間と一緒になんか帰りに出かけたりみたいなことをやったりしてたんですけど、はいはい、でもなんかいつしかそのギルドとか解散になったりして、うんうん、その当時仲間だったやつらとか、うん、今はもう全く連絡の取れない存在になってるんですけど、うん、でももし仮にその人たちが同じ日本に住んでて、うん、もし仮にもっと言うと東京に住んでて、なんかこう、まあ人混みを歩いていて、もしかしたらすれ違ったりするかもしれないじゃないですか。でも絶対にわからないですよね、それが、うんうん。そういう、お前あの時の一緒にゲームプレイしてたやつだよなって思うことができないっていう、うんうん、なんかその切磋的な感じとかがすごい好きだったりするんですよ。でもね、これ多分オンラインゲームの、うん、まあ僕14もやってるからそうなんですけど、うん、その作ってるモチベーションなんですよ実は。なんかこの価値観の、うん、こうハンマーで結構頭を殴られたかのような、うん、まあ、まさにその歩いてるキャラクターが、うん、その向こう側に人がいる、うん、でその存在をうっすら感じるっていうのが、うんうん、本当にカルチャーショックなので、うん、この体験をしてない人は本当にもったいないと思うんで。そうですね、うん。そう。今のね、米津さんの言葉はね、オンラインゲームをやったことない人はね、ちょっととりあえず全員聞いてほしいな。これね、難しいんですよ、本当、うん。この感覚を伝える。いや、でも本当にそうだと思います。今自分で話してて、うん、そういうものから馴染みが薄い人間からすると、お前何言ってんだって思われてんだろうなとかは思ったんですけど。いやでもだから、そのオンラインゲームの中というかゲームの世界の中で自分のキャラクターはただ道端に座ってるだけなんだけど、うんうん、その目の前を通り過ぎてる人たちを見てるだけで、それぞれに人生があって、うん、その先にもまた世界があってみたいな感じってすごいあると思うんで、架空の肉体であるからこそ、うん、なんか浮き彫りにするものっていうのがなんかそこにはあるような気がするんですよ、うんうんうん、